こんにちは。今回はロム&のリップ6種類74色を徹底比較します。目次はこちら。種類ごとに紹介した後、ツヤタイプとマットタイプをそれぞれ比較します。まずは大人気ジューシーラスティングティント、果汁シロップでコーティングしたかのようなみずみずしいティントです。ティッシュオフするとツヤ感は抑えられますが、唇にしっかりと色が残ります。次はカラバリを見ていきます。全21色のうち、今回は06から21番をご紹介。06から13番はフレッシュな発色のものが多く、スパークリングジューシーがテーマの14から17番は爽やかでクリアなカラーたち、18から21番はよく熟した果実のような深みのあるカラーが揃っています。続いてはグラスティングウォーターティント。水膜を張ったかのような透明感のあるティントです。唇にのせるとカラーと光沢が分離されるので、オフしてもカラーがしっかり残ります。次はカラバリ、全8色を装置します。01番と07番は使いやすいコーラルカラー、02番は定番レッド、03、04、08番はシックで落ち着いた大人カラー、05番はナチュラルなローズ系、06番はプラムカラーです。次にグラスティングウォーターグロス。プランプ効果で唇をボリューミーに見せてくれるウルツヤグロスです。オフしても潤いが残っているのがわかります。こちらは全3色、00番は青グリッターが入った透明カラー、01番はサンゴをイメージしたほんのり色づくコーラルカラー、02番は3色のグリッターが入った夜の海のようなカラーです。こちらはゼロマットリップスティック。まるで塗っていないかのようなタッチ感の高発色リップです。オフしてもほとんどティッシュにつかず、ピタッと密着してくれます。次はカラバリ、こちらは全20色です。13番や16から20番は色味や濃さがそれぞれ異なるレッドカラーです。続いてはゼロベルベットティント。綺麗にぼかすことができてベトつかない軽い感触のマットリップです。ティッシュには多少つくものの、色はしっかりキープされます。こちらは全21色です。01、10番はコーラル系、02、03、06、07、12番はレッド系、04、08、09番はピンク系、13から15番はこんがり焼けたようなベイクドカラー、16、17番はヌードカラー、18から21番はニットのように温かく深みのあるカラーです。最後はシースルーマットティント。マットタイプなのにウォータリーなしっとり感、しっかりと密着してくれます。オフした後はマット感がよりアップ、色はそのまま残ってくれます。お次はカラバリ、こちらは全6種類です。01番はビビッドなピンクカラー、02、04、06番はレッド系、03番は温かみのあるソフトコーラル、05番は大人っぽいブリックカラーです。ここからは質感ごとに比較。まずはツヤタイプから。ジューシーラスティングティント、グラスティングウォーターティント、グラスティングウォーターグロスの3種。ティント2種はアプリケーターがブラシタイプで、グロスはカーブしたチップタイプです。まずは発色を比較。ジューシーラスティングティントはみずみずしく鮮やかな発色、グラスティングウォーターティントは似ていますがより透け感を感じます。グラスティングウォーターグロスはほんのり色づいて潤いたっぷり。次は色持ちを比較。ティント2種は同じくらい色が残っています。最後にツヤ感比較。ジューシーラスティングティントはシロップみたいな濃厚なツヤ、グラスティングシリーズは唇に水膜を張ったようなツヤ感が出ます。お次はマットタイプ。ゼロマットリップスティック、ゼロベルベットティント、シースルーマットティントの3種です。スティック状のマットリップは折れやすいので、面が広めにカットされているのは嬉しいポイント。まずは発色比較。ゼロマットリップスティックはふわっとソフトな発色、ゼロベルベットティントはクリーミーで濃厚なカラー、シースルーマットティントは透け感があり比較的ビビッドな発色です。次はボケ方を比較。ゼロマットリップスティックとゼロベルベットティントは均一に伸びてグラデーションを作りやすい印象、シースルーマットティントは重ね塗りで調節すると良さそうです。今度は色持ち比較。こすらなければどれも色は綺麗に残りますが、ゼロマットリップスティックが特にティッシュにつきにくかったです。最後に質感比較。ゼロマットリップスティックは柔らかくホギーな質感、ゼロベルベットティントはチュルンとしたツヤとは違う光沢感を感じる一本です。シースルーマットティントはマットなのに透明感のある仕上がりです。
以上、ロム&のリップ6種類74色の徹底比較でした。次回のメリーのチャンネルではリセアバンの新作コスメをご紹介します。お楽しみに。